お米食いて。今炊いてるからちょっと待って。なんかちょこっと食べたらさ、すんごいお腹空いてきた。焼き肉。いいの？どこの？あ、家で。どこがいいの？徐々に。どこがね。なんで知ってんの？知ってるわよ。行ったことないの、なんで知ってんの？行けないでしょ。わかんないじゃん。まだ叙々苑達してないよ、あなた。38にでもなって。いや、器の問題。そういう、あれ、器とかあるんだ。器とかある。そうなの、知らなかった。どれくらいの器になったらいけんの？叙々苑。まあ、年齢なんて関係ない。うん。うん、翔太はいけんの？俺？うん。翔ちゃん、行ったことある？ない。ない。じゃあよかった。これで翔太が行ったことあるとか言ったら。少量って言ってんだろ。たまーとか言って言ってないけども、全然まだまだじゃん。飲み始めたばっかりで、あ、お箸置いといて。テレレテテテテテレレテテテテテレレテテテレレテあこれ聞いた方がいい、肉聞いた方がいい。そのままでいい、そのままでいいですか。分かってますが、あ、めっちゃ炊いたじゃん、ご飯。うん、4個いいね。え、食べるでしょ。食べる食べる。さすがに今日はね、今日1日で4個とかじゃないのに、器を入れてくるのが入ってきたな。あー、いい匂い。食欲そそるわ。そそる。少量のこと好き？この匂いで飯食っていいよ。あ、全然食えるよ、俺。全然食えます。全然食べれる。食べれるわけねえだろ。なんでやねん。食べれる言うたやない。食べれないわ。食べれる言うたやない。匂いみたいな。なんか食べれるって言うけどね。いや、食べれないよ。おいしそうだね。キムチ食べないよ、キムチ。いただきます。うん。食べなはれ、食べなはれ。俺の作ったご飯の方が美味しいの。もちろん。愛情たっぷりでございます。もちろん。ありがとうございます。励みになります。あ、どうした？熱っ。熱っ。ちょっと
食べてみる。はい。はい。いただきます。いただきます。どう？美味しい。どう？美味しい。どう？美味しいね。まあ食べてないだろ。味付け大丈夫？うん。もうちょっと辛くてもいいけど。辛いってどういうこと？あ、ピリ辛ってこと？うん。どっちでもいいよ。明日、お腹が痛くなるんじゃない。うん、そうだよ、うん、そうだよ。やめてもいいよ、全然これでも食べれるし。え、でもね、豆板醤がもうねえな。七味とかかけてもいいよ。あれ食べる、かけるから、うん、よし、できたー。ありがとう。見て見て、豚キムチ美味しそう。さあ、次は麻婆豆腐を作りたいと思います。シャーリャ、シャーリャ、シャーリャ、シャーリャ。笑うなよ、入るだろ声が。さあ食べようぜ。いただき。お腹すいた。うん、まっす。なんだ。食べよう。豚キムチ食べよう。美味しいよ。ほんと？焼結。お前って左噛んじゃった。ひどい男だよね。焼結美味しい。ねえ、はい、はい、なんでしょう。うまっ。だよね。うん、美味しそうだ。いただきます。うん、おいしい。おいしいよ。あざす。怖いね。気付ける気付ける。今日買ったばっかしの服それ。分かった、青い。気をつけて。僕意味ないでしょ、ちょっとだけだ。よく落とすの、ここ。ね、どうしたらいいの。気をつけて食べて。あ、エプロンしよう。まあいいよ、洗濯すればいいから。ダメダメ。うんうん、麻婆豆腐も美味しい。ほんと。うん、いや、めっちゃ食べたよな。うん、やっぱニンニクの芽がやっぱ美味しいわ。ニンニクの芽が美味しいの。うん、俺食べないけどね。食べてよ。食べないよ。どんな変化も。一回食べてみ。多分知ってるよ。知ってる、はい、十分知ってきた。はい、うん、美味しいだろ。あー、うん、よかった。エプロンしとって。翔ちゃんにお願いがあります。ビールは嫌だよ。ご飯も嫌なぁ。ついてんぐんぐんぐん。何出す。もう嫌な。手出すよ。お、青じゃねえよ。最初はガメ。最初はグー、じゃんけんぽん。えい、はい、お願いします。ねえ、もう面倒くさい。これ食べるから、ね、いいよ、それはしょっちゃんの分。やった。はい、せ
ごちそうさまでした。いや、美味しかったね。うん、なんかどうする？お風呂入る？